最初のゲームでは8月6日、苦しい逆転負けという結果に終わったけれども、今回はここでひっくり返しての勝利という形になりました、はい。改めてこの勝利の喜びを聞かせてください。本当に僕たち選手たちっていうのは、勝利に向けて毎日毎日必死に練習をしています。まあ、ただ、それだけだと思ってます。本当に僕たちが勝つために今回3連戦、秋田、宇都宮、そして金沢、ものすごい日程の中で僕たち戦ってきたんですけど、本当にサポートしてくれたマネージャーだったりだとか、3連戦ついてきてくれたサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。正直今日ものすごい体力的にきつかったです。途中で諦めようっていうふうに何回も思いました。でも皆さんに応援してもらえることで、恥ずかしいプレーできないっていうので、みんな奮い立つことができました。本当に厳しい日程の中ついてきてくれてありがとうございました。そしてもう一つ、新チーム同士参戦ということで金沢ポートの一戦となりました。はい、この金沢ポートの雰囲気いかがでした？実は個人的にものすごくライバル視してます。本当に同じ時期にチームができて、同じ時期に SNS も始めて、普段から僕たち運営の中ではポートとジェイドどっちがフォロワー数伸びてるんだっていうのを、すごく確認しながらやったりしてます。本当に今回ホーム戦に来させてもらって、運営力の高さだとか、ファンの人たちの熱意だとか、本当に皆さん卓球に精通してるんだなっていうのがすごく感じられたので、また金沢でホーム戦あるとき、僕たちも万全の準備をして乗り込んでくるので、また次回も熱い戦いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは改めて会場、そして配信の皆さんにメッセージをお願いします。はい、まだまだシーズン始まったばかりです。僕たちは5試合を終えて、4分の1の試合を終えたところです。僕たち静岡ジェイドは本当に選手、運営、ファンの皆さん一体となって、勝利に向かって頑張っていきますので、これからもご声援よろしくお願いします。またポートの皆さん、会場で会った際には僕たちのこともぜひ応援していただいて、その応援を力に変えて、卓球界を盛り上げられるように僕たち全力で、プレーしていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。Game on the match to Morizono.